皆さんこんこにちはただいまより第100回成人病公開講座を開催いたします、えー、記念すべき講演ということで今日のテーマは血液ののの治療と最近進歩です今回は元成人病センター院長現今の、えー、国際がんセンターの顧問でもあり血液内科のレジェンドとも言われております、えー、医療の世界では えー、関西基の理事長ままで勤めていらっしゃいます正岡一族のルーツを求めて現在も4年に1回オリンピックの時ですね、あのー、皆さんを集めて、えー、正岡会というのを開催させていただいてお,おるそうですそしてもう先生はコーチともども活躍されておりますが今後ますます発展される方だと思いますそして先生今日の講演の方よろしくお願いいたしますあのご紹介いたただきました岡です。 えと白血病の歴史ということで思い出すことが多いので、えー、はい、ちょっと、これやろう、はいえー。私が医者になった頃、昭和35年ぐらい、白血病はまさに死の病でありました。死亡率は100白血が増える病気ですからあ 減らす薬はそれでもあったんですが発揮器具が減ってくると熱が出て熱が出ると大体2週間でなくなるというのが普通でありましたところが昭和38年初診の患者さんが1人その熱が下がってそして血液も寛解してしまったという症例が出ましたここれがこの方でありまして えー、その後、結婚し、子供ができ、40年間生存されました、白血病が治るかもしれん、そしたら治したいというふうに痛烈に思うようになりました。スライド続きお願いします 今日これが1969年以前は5年生存率で187分の1この患者さん一人でありました大,大阪成人病センターですそしてこれが日本で最初の大人の急性白血病の治癒例でありますそれから 化学療法を一生懸命に努力して、やっと10%、5年生存率10%になりました。ところが、それからまた5年経っても、まだ10%のままでした。次の治療がいる。それが骨髄移植でありました。はい、スライド次、えー。この真ん中の方が、 後に、えー、骨髄移植でノーベル賞をもら,うもらったトー,トーマス教授であります。奥さんと一緒に来られまして、えー、骨髄移植について熱く語り、我々は骨髄移植をやろうと、一緒にやろうと誓い合ったのであります。それは次お願いします。骨髄移植が始まりました。 右端の白い字は患者が死亡したことを示します。やってもやっても患者さんは死んだんです。ところが第21例目から、第21例目から、突然、患者さんが死ななくなりました。これが大阪における骨髄移植の夜明けであり、同時に日本における夜明けでもありました。 骨移植が治る当時は大阪でだけ治るというふうに言われまして、えー、たくさんの方に注目されたんでありますその後血液の内科の人たちが大変な努力をしてその後もどんどん進歩しております今日はどういうふうな最近の進歩が聞けるか楽しみにしておりますどうぞよろしくお願いします えー、それでは第100回開催いたします、えー、その前に司会は、えー、大阪国際がんセンター、えー、大上先生なんですけれど今年の7月から副院長から病院長に就任いたしましたもう国際がんセンターの方ではかなり期待をしておりますので今後ともまたいろいろとお手伝いの方もよろしくお願いいたしますでは大上先生お願いいたしますえっと今日はですね血液がんということで 我々の成人病センターから始まりましてですね政子先生もおっしゃいましたように伝統のある非常に伝統のある血液内科でございましてまあ日本をリードする数々の研究臨床研究を行ってきております最近ではかなり治療法も変わったと思います成績もかなり上がってきたというような印象ですけども今日は最新のデータをですね わかりやすく視聴者の皆様はまあ、主には我々の施設の患者さんが多いものですからわかりやすく解説していただけると思います、えー、よろしくお願いいたしますそれでは最初の演者ですけれども血液内科1兆の新海先生多発性骨髄腫の治療ということでよろしくお願いいたします ご視聴ありがとうございます大阪国際がんセンター血液内科医長を務めております新谷康弘と申します本日は多発性骨髄腫の治療についてお話しさせていただければと思いますまずはじめに血液がん増血器腫瘍は血液細胞が腫瘍化し増殖することによって生じる病気です血液がんを大きく分類すると白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫に分けられそれぞれ治療法などが全く異なります 白血病悪性リンパ腫は比較的イメージのしやすい病気ですが多発性骨髄腫に関しては聞き慣れない病気だと思います本日は重大な血液がんの一つである多発性骨髄腫について解説していきます本日の内容ですが前半では多発性骨髄腫とはということで多発性骨髄腫の症状であるとか診断について解説していきます 後半については多発性骨髄腫の現在の治療について解説していければと思いますまず多発性骨髄腫の話をする前に正常、まあの細胞の話をしますが血液には体中に酸素を運ぶ赤血球血を止める働きを持つ血小板免疫を担当する白血球などの血液細胞が含まれていますこの中で白血球は えー、甲中球、単球、酸球、球、抗酸リンパ球に分類されていますで今回は多発性滑粒種が関係する K 質細胞というものなんですがこれは白血球の中のリンパ球の中の B リンパ球というものから分化した細胞で抗体免疫グロブリンを産生しウイルス細菌から身を守る働きをしています。 例えばワクチンなどを打ちますとこの KC 細胞というのが反応し抗体とのを作ることで次に実際に病原体がやってきたときにその抗体と免疫が共同してやってきた病原体を排除するそういう働きを持っていますで正常な KC 細胞というのはそれぞれの KC 細胞が多彩な抗体を産生しています例えばある KC 細胞はコロナに対する抗体を作っている ある形質細胞はインフルエンザに対する抗体を作っている。そのように、まあ、KC 細胞といっても非常に多彩なものがありまして、それぞれの形質細胞がそれ多彩な抗体を産生する、これをタクロン性といいますが、によっていろいろな感染症に対する抵抗力、力というのを得ています。今回ご紹介する多発性骨髄腫、マルティピュルミエーローマ、MM といいますが、 はその質細胞が,がん化してしてててまっっ増殖するることによって生じる血液がんです骨髄の中でその形質細胞異常な形質細胞が増殖することもあれば骨髄の外で塊を作るこれを形質細胞種と言いますが作ることでいろいろな異常をもたらしてしまうということで、まあ、骨髄の中や骨髄の外にいろいろな塊を作るということで多発の骨髄の種を多発性骨髄種と言います。 ええー、と多くの、えー、場合において、えー、タンクロン線の免疫グロブリンを、えー、産生することが特徴となっていますこれは先ほどは、えー、正常な形質細胞は多いろんな種類があっていろんな抗体を産生すると申しましたが形質、まあ、細胞ががん化してしまった場合その1種類だけが増殖してしまいその1種類の形質細胞が1種類の免疫グロブリンを大量に産生してしまう、まあ、これはタンクロン線免疫グロブリンあるいは M タンパクといったりしますが それで賛成することによって手術の症状がもたらされたりします。血液腫瘍全体の10%から20%を占めるとされています。多発性骨髄腫の疫学ですが、本法では人口10万人あたり約6人の発症率で、本邦での死亡者数は年間4000人前後です。ご高齢の方で発症される方が多いので、罹患者数、死亡者数とも年々増加傾向にはあります。 形脂細胞ががん化する原因というのははっきりしておらず、まあ、喫煙であるとか飲酒であるとか、まあ、環境的な要因等の関連はないとはされています、まあ、しかし肥満が多発性骨髄腫の罹患あるいは死亡に関連している報告もあります多発性骨髄腫の症状ですがまず一つは異常な KC 細胞が作り出す異常な免疫グロブリン免疫タえ M たンパクによってもたらされる症状ですが まずはそのような異常なタンパクが産生されることによってタンパクが非常に増えることによって血液が粘度が高まるようドロドロになってしまうことでけん制症などのリスクが上がりますまたその異常な M タンパクがマッ、まあ、というかシートというかその異常な構造を作り出してそれが腎臓であるとか心臓あるいは 神経であるとか、まあ、腸に、えー、くっついてしまうことによって、えー、臓器障害をもたらすアミロイドーシスいますが、ということが起きたりします。あるいは、えー、その M タンパクそのものが、えー、腎臓に詰まってしまって、それで腎障害をもたらすことがあります。で、まあ、異常な免疫グロブリンが作られてしまうため、要はその材料が、えー、取られてしまうイメージなんですが、それにより、まあ、正常な免疫グロブリンの産生は低下します。 その結果、ま手術の感染症に対する抵抗力がなくなってしまうので感染症にかかりやすくなるという問題がありますあるいは異常な形質細胞がたくさん増殖することによって正常な細胞の増え増殖が阻害されますえその結果、貧血、赤血球が減ることによって貧血が起きたり血小板が減ることによって血が止まりにくくなったりそのような異常が出てきます 最後に、まあ、がん化した形質細胞そのものの問題としては形質細胞そのものが腎臓で詰まってしまうことによって腎障害が起きたりあるいはその、K、がん化した形質細胞が活性化すると、えー、骨の中の、えー、骨を壊す細胞を活性化し反対に骨を作る細胞を抑制してしまいますその結果、まあ、骨がもろくなるいわゆる骨病変といいますがそれによって例えば圧迫骨折など骨折しやすくなるでその結果骨 えー、骨に痛みが生じるあるいは骨が溶けてしまうことによって骨の中のカルシウムが血の中に増加してしまい高カルシウム結晶を呈すその結果、まあ、吐き気であるとか口渇場合によっては意識障害などを呈することがあります、まあ、多発性骨粒子の症状というのは、まあ、このような感じで非常に多彩なんですが、えー、その中でもまあ重要な症状として高カルシウム結晶腎障害貧血 骨病変が挙げられますので、まあ、その頭文字を取ってクラブというふうに多発性骨髄皮の症状をまとめたりすることもありますこれが代表的な多発性骨髄皮の骨病変なんですがえ左側が頭の連トゲンですがえ、まあ、従来はまあ頭の,あの骨というのはちゃんと詰まってるんですが、まあ、この、えー、画像等を見るとこの中に、えー、穴のように 薄くなっている部分があります、まあ、これをパンチダウドリーチョンと言いますが、まあ、多発性骨髄腫によって、まあ、骨が溶かされてしまうことによって、えー、このような骨を呈することがありますあるいは、えー、脊椎これは脊椎の,あ腰椎の画像ですけれども、まあ、腰椎等にも病変ができることで、えー、例えば圧迫骨折が起きることで、まあ、腰痛あるいは足の痛みそういうことが生じたりすることもありますで 多発性骨髄腫が診断されるきっかけですが、一番多いのは、例えば腰痛など、骨の痛みがあって、その結果、整形外科が受診され、そこでまあ病的骨折を指摘されて、その結果、多発性骨髄腫が疑われて紹介いただく、そして診断がつくというものがおよそ半分を占めています。 また、原因不明の貧血あるいは倦怠感等で内科を受診されてその結果、M タンパクトを指摘されて診断に至る方がおよそ20%ぐらいおられます。 あるいは、まあ、採血で高カルシウム血症、腎障害や c b、まあ、れ意識障害、視覚異常などの、まあえー、症状で、えー、見つかる方がおられますが、多発性腰で特徴的なのは、まあ、定期検診でたまたま M タンパクの存在を指摘される、このとき無症状であってもたまたま見つかるという方がおよそ20%ほどおられます。 で多発性と獣腫が疑われた場合に、まあ、どのような形で診断,治療を,しあ診断をしていくかあるいは、まあ、治療に向かうために必要な検査をしていくかといいますとまず1つはその異常な形質細胞が作る M タンパクというのが存在するかというを確認することが大事になります、まあ、見つかるきっかけになるのは、まあ、血液中のタンパクが上昇するあるいは尿中にタンパクが出てくるということが、えー、きっかけになることが多いんですが まあ、例えば感染症などによっても、えー、そういうタンパクが上昇することはあります。まあ、その場合は、えーと、タクロン性ですね、あのさ先ほど申し上げたとおり、本来の KC 細胞というのは多彩な免疫、えー、グロブリンを産生していますので、その結果、いろいろなタンパクが増える、その結果、まあ、タクロン性の状況を提出するんですけれども、えー、骨髄症の場合は1種類だけのタンパクが増える、それを、まあ、タンクロン性ですが、えー、それを確認していく必要があります。 そのためには、まあ、タンパク電気エ動というもので、M ピークというものを確認する、あるいは免疫電気エイ免疫固定法、フリーライトチェーン、そのようなもので、M タンパクが存在するかというのを確認していきます。もう一つ、診断に重要なこととして、まあ、骨髄腫の細胞が存在するかというのを確認することです。骨髄の中で増殖していることが多いですので、骨髄穿子を行うことで、えー 骨のの中に軽子細胞が増殖ししていいるかというのを確認しますあるいは、えー、骨髄内になくて、まあ、骨病変、形、え、脂、ー、細胞腫ですね、えー、外に塊を作っている場合にはその骨腫瘍を、えー、実際にかじり取る整形をすることによって異常な細胞がいるかというのを確認していきますまた、えー、骨病変がの有無があることを確認することも非常に重要になってきます。 そのために、まあ、レントゲン、CT、あるいは MRI、最近ではペット CT、まあ、そのあたりを含めてえ骨病変の有無を確認していきます。え最後に、まあ、臓器障害がないかというのを確認するために、まあ、採血で貧血がないか、あるいは腎臓に異常がないか、カルシウム等の電化質に異常がないか、あるいは、まあ、感染症などの炎症反応が起きていないかなどを確認します。あるいは、心、まあ、機能が問題ないかということで、心電図、あるいは心栄光などを行っていきます。 多発性骨髄腫の治療開始基準なんですが、M タンパクが見つかって即治療に開始になることはありません。多発性骨髄腫というのは実は最初は M ガスといいまして、異議不明のタンクローン性免疫グロブリン結晶といいますが、まあえー 特に症状は停止しないけれども M タンパクが出ているという状態から発症するとされていますそこから徐々に進行していって骨髄種に移行していくとされているんですがこの M ガスの段階では基本的には治療は必要がないとされています でその中の、まあえー、M ガスが年に数パーセントぐらい、まあ、こういう、えー、骨髄腫に移行していくとされているんですが、まあ、多発性骨髄腫、M タンパクの量が増えてきたり骨髄腫の細胞が増えてくると多発性骨髄腫という診断になってくるんですが実はこの段階でもまだ、えー、治療は開始しないこととされています。実際に、えー、多発性骨骨ののの治療が必要となってくるのは1つはつ、えー M タンパクの量は問わないんですが症状が出てくる貧血があるとか腎臓が悪くなってくるカルシウムが高くなってくる実際に骨病変があるあるいはハイリスク因子としてフリーライトチェーンという M たんぱくを測定する数値が高くなるあるいは MRI で骨病変が疑われる所見があるそのようなハイリスク因子がありますが症状あるいはハイリスク因子があって初めて治療介入をしていく病気で、えー M ガスあるいは、発性骨髄腫と診断されてもくすぶり型といいますが症状がない場合には基本的には無治療経過観察するのが多発性骨髄腫の基本となっています。 次に治療に移っていきますがこちらが多発性骨粒子の治療の変遷になっていますが、まあ、古くはいろいろな治療が試されているんですが、まあ、もう非常に不治の病で先ほど申し上げてたとおり骨病変が非常に出てくる病気ですので、まあ、多くの患者さんが多発の骨折をきたして ADL の著しい低下をきたしながら命に関わってくる病気でありました。 1950年代、60年代にメルファラン、えあるいはステロイド療法、そのあたりが確立しましたが、まあ、この時点でも非常に予後が悪く、1990年代に自家、えっし血、幹細胞移植は成確立しましたが、この時点でもまだ予後不良な疾患でした。 2006年頃からボルテゾミブ、サリドマイド、レナリドマイドといわれるいわゆる新規薬剤が出現するようになりましたそこから少しずつ予防が改善するようになりそこからまた多発性骨髄腫の治療も劇的に進歩を迎えていますこちらにもう、えー、分かりづらくなっていますがもう2000、えー、そのボルテゾミブを皮切りにもう毎年毎年すごく新し,い治療が新しい薬剤が使えるようになりどん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 今治療が進歩していっている病気でもあります で多発性骨髄腫の予後ですが、まあ、そのような新規薬剤が登場した2000年以降は、まあ、多発性骨髄腫の生命予後は大きく改善して、まあ、生存期間、OS といいますがの中落は10年を超えるようになりましたで実際に、まあえー、2006年、2008年、2010年と比較していってもその、えー、多発性骨髄腫の予後というのは年々、年々、えー、目覚ましい速度で改善していっています。 しかし、やはりまあ現時点でなかなか多発性骨髄腫というのは根治、完全に治すことはまだ難しい病気であります。また、症、ま、候、あえー、性の多発性骨髄腫の中でも、えー、2割を占めるようなハイリスク群では、やはり OS の、えー、生存期間の中央値は5年程度に過ぎないとされています。 で多発性骨髄腫の治療の考え方になりますが、えーもまあ、先ほど申し上げたとおり M ガスあるいは、まあ、症状がない場合には無治療経過観察していきますが、まあ、だんだん症候性に移行していた場合にそこからまず寛解導入療法初期治療を行っていきますで、まあ、初期治療で、まあ、なるべく深い走行を目指していくことがまずは目標になっていきますがやはり多発性骨髄腫現段階で根治が非常に難しい病気なので どうしても時間を置いておくとまた M タンパク骨髄腫の細胞が増えてきてまた増加してしまう一時的に M タンパクが増えてもまた再発してしまう。 再発してしまう病気でありまますでその再発してしてうとまた薬の種類を変えて再発に対する治療を行いそれが効いてる間はまたその治療を続けまたそれで M タンパクの量が増えてくると再発に対する治療を行ってそのように薬の種類を変えながら再発に対する治療を行っていくんですがやっぱり最終的には薬が効かなくなって命に関わってしまう病気でもあります。 ただし、まあ、1回の治療で深い走行ですね、骨髄腫の細胞が減れば減るほど、こちらに示していますが、やっぱりどうしてもその、M、骨髄腫の細胞の治療が悪いとすぐ回復、えー、再発してしまいますが、それが深くなればなるほど、再発までの期間は長くなっていきます。そのため、まあ、1回の治療でできるだけ深い走行、骨髄腫の細胞を減らすであるとか、M タンパクの量を減らしていく、それが目的に目指していく。えー ののの治療の目標の1つとなっていますしかし何度も申し上げており感知自体は非常に困難になっています。で1回の治療で抑えたとしても間違いなく出てきてしまいますしどれだけ深い寛解をしたとしてもやはり最終的には出てきてしまうのである程度抑えた段階で維持療法というものを行っていくことで少しでもその、えー、再発までの期間を長くしていくそのような考え方で治療を考えています。 これが初発の多発性骨髄腫の治療方針になっていますが、まあ、左にお示ししてますのは2018年度のガイドラインで、まあ、この頃はまだ2剤、あるいは2剤療法が比較的主流な頃だったんですが、まあえー、この数年でまた治療方針が少し変わってきているかなと思います。今の主な治療方針としては、まず寛解導入療法として、後ほど申し上げますが、VRD 療法、DBD 療法、d l d 療法といった三剤併用レジュメンを行っていくことが普通になっています。 でそれである程度、M タンパクあるいは骨髄腫の細胞の量が減った段階で、えー、適応年齢の場合には直末梢血幹細胞移植を計画するその後、まあ、全身状態に応じて維持療法を行っていくというのが現在の初発の多発性骨髄腫の治療の基本の流れとなっています。 で具体的な初発の多発性骨髄腫の寛解導入療法ですが、先ほど申し上げた VRD 療法、ベルケード、レブラミド、デキサメタゾン、DBD 療法、ダラツーマブとボルテゾミブとデキサメタゾン、DLD 療法が同じダラツーマブ、レナリドミド、デキサメタゾンということで、まあ、ここに挙げている種のの3種類の薬のうち2種類とデキサメタゾンを併用するのが基本となっています。 ベルケードについては、まあ、プロテアム阻害剤というものなんですが、まあ、週に2回程度皮下注射することが基本となっています。特徴的な副作用としては、手足のしびれといった抹消、まあ、神経障害が出るとされています。また、レブラミドという薬剤、これはもともとの,そのサリダマイドというお薬の,のも元にした薬剤なんですが、これは免疫直制薬。 アイミズと言われていますがこれは2週間から3週間内服して1週間休薬するそのようなサイクルで繰り返すような薬剤ですこれの特徴的な有害事象としては、まあ、骨髄抑制であるとか血栓症血の塊ができるあるいは再起形成といってこの薬を妊婦さんが飲んでしまうと胎児に影響してしまうのでそのようなことにならないよう、まあ、厳密に管理をする、まあ、そのような薬剤になっています でもう1つがダラキュールをダラスバブといいまして、これはモノクロナル抗体といいまして、CD38 という多発性骨髄腫の細胞に出ているタンパクにくっついて、免疫を誘導することによって、多発性骨髄腫の細胞を,やを狙い撃ちしてやっつけようとする薬剤になっています。これについては週に1回の皮下注射、でまあ、徐々に2週に1回、4週に1回と間隔を空けていくものです。 これの特徴的な副作用としては、輸中関連反応というインフュージョンリアクションといいますが、まあ、入れてすぐ、あるいはしばらくしてから熱が出る、あるいは喉の痛みが出る場合によっては、アナフィラキシーのような小、えー、呼吸器であるとか、血圧が下がったり、そういう反応が、いわゆるアレルギー反応が起きてしまうことが特徴となっています。最後に、まあ、ステロイド、デキサメタドンですが、これはまあ週1回から2回内服で、まあ、この副作用としては、眠りにくくなるとか、血糖値が高くなる、血圧が上がる、まあ、抵抗力が落ちてしまう、そのようなものがあります。で この3種類の薬剤から2種類を組み合わせて、あるいはデキサメタドそこにさらにデキサメタドンを加えて、治療を計画していきます。どれを選択するかというのは、患者さんの副作用である、あの診断時の全身状態であるとか、その外来の受診の頻度であるとか、そのえー、とそのハイリスクかどうか、そのあたりによって決めていきます。 初回の発生骨髄腫の治療は、まあ、最初は入院で行うんですがある程度副作用がないと判断した以降は基本的には外来で皮下注射あるいは内服を行っていくこととなりますで直回消血幹細胞移植の話ですが、まあ、血液がんでは抗がん剤の投与量が増えるほど、まあ、抗腫瘍効果が強くなることが期待されますがその分正常な細胞に対するダメージも強くなってしまいます、まあ、特に血球へのダメージ骨髄抑制といいますが,が強くなると 一度減った白血球はなかなか回復してこないその結果感染症などのリスクが非常に高くなりますそのためあらかじめ血の種となるですね造血幹細胞というのを採取して凍らしておいてそして超大量の抗がん剤を行って正常な細胞と骨髄の細胞もう全てを破壊することをイメージして投与を行った後にそのあとに保存しておいた幹細胞を 体の中に点滴で戻してあげることによってその骨髄抑制を軽減してより安全に抗がん剤投与を行うことができます。これ血幹細胞移植併用大量化学療法と言ったりします、まあ、比較的古くからある治療であるんですが、まあ、若年、特に70歳以下ぐらいで臓器機能が保たれている患者さんでは、まあ、この治療を併用することで、まあ、寛解期間の延長が期待できると、まあ、現時点でもされています。 で残念ながら再発してしまった方に対しても。えー 対する薬剤ですが、やはりまあプロテアム阻害薬としてまあボルテゾミブ、イクサブズミブ、カルフィゾミブというお薬があったり、免疫調整薬としてサリドマイド、レナリドミド、ポマリドミド、あるいはモノクロナル抗体としてエロツーマブ、ダラツーマブ、イサツキシマブというお薬があったりします。まあ、え初回治療でどうしても効かなくなってきしまった人には同じ治療を続けても効かないことが多いですので、再発してしまった方には今まで使っていない薬剤を、まあ、え組み合わせてえ治療を 3剤から4剤組み合わせて治療を行っていくことが基本となってきますもうその中の主役となるのはやはりプロテアム阻害薬免疫調整薬モノクロナル抗体となっていまして、まあ、この中の薬剤を組み合わせて再発に対する治療を行っていくことが基本となっていますしかしやはりどうしても何度も申し上げたように多発性骨髄痛というのは難治な疾患で最終的には再発を期待してしまいます プロテアム素も阻害薬、免疫調整薬、抗 CD38 抗体、いずれにも抵抗性になってくるトリプルクラスリフトラクトリーといいますが、そのような方も多数おられます。まあ、基本的には、その方たちにはなかなか治療は難しいんですが、まあ、現在、そのトリプルクラスリフトラクトリーの患者さんに対して、c、まあ、カーティー療法であるとか、まあ、同種移植。 を目指すことによってそのようなこれまでの既存の治療が効かなくなった患者さんに対しても治療が可能となりつつありますしかしこれらの治療でもなかなか根治が難しい現状であります家庭療法については後ほど横田部長の方から詳しく説明があると思いますので割愛させていただきます最後に多発性骨髄皮治療における注意点をいくつか挙げさせていただきます一つはやははやり多発性骨髄というのは 疾患そのもので免疫抵抗力が落ちてしまうことに加えてそこからさらに抗がん剤を通するので治療による免疫不全が起きるため、まあ、感染症予防が非常に重要となってきますそのため、まあ、まずは以下のような内服で予防することが推奨されています1つはヘルペスを防ぐ目的でアシクロビルあるいはニウモシス範囲という特殊な範囲を防ぐために ST5 とバクターといいますがを飲んでいただくあるいは 正常な免疫グロブリンが作れなくなってしまっているので、それを他人の献血でいただいた免疫グロブリンを直接点滴するガンマグロブリン製剤といいますが、それによって補充することで感染症を防ぐそのために、これらの薬剤の投与が推奨されています。しかし、それだけではやはり完全に感染を防ぐことは困難ですので、手洗いやうがい、あるいはマスク着用するとか、人混みを避けるといった感染予防行動が非常に重要となっています。 また、多発性骨髄の注意点として骨病変に対する治療も多発性骨髄の治療そのものと同時並行でやっていく必要があります。1つは骨折の防止等疼痛対策としてコルセットを着用する鎮痛剤を使う、どうしても症状が強い時には放射線療法を行うことがあります。あるいは薬物療法としてはその骨の溶,かす溶ける力を防いで。 えー、骨の、えー、作る力を促進するビスフォースフォネト総材製剤であるとかデノスマブという薬剤を、えー、点滴で点滴あるいは皮下注射で投与したりします。しかし、まあこれらの薬剤というのは骨骨折時といって顎の骨が腐ってしまうというリスクがあります。特にまあ、虫歯がある方がそのリスクが高いと言われてますので歯科の先生に見てもらいながらこれらの薬剤を投与していいかというのを、えー、決定していきます。 終わりりにですがが多発性骨髄は新規薬剤が次々と出てきてきおりまして治療の進歩が非常に目覚まししい疾患ですしかし現時点では完治が難しい疾患でもあります骨折などにより著しく QOL を落としてしまう疾患ですが進行するまで症状が出ないためなかなか早期発見も難しい病気です検診が早期発見につながることがありますので定期的な検診を是非お勧めします また、持続する倦怠感や、まあ、骨痛の増強などがあれば、かかりつけ医に相談していただいて、室温に応じて、当院を含めた血液内科に紹介していただくことをお勧めします。私の方から以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、新川先生どうもありがとうございました、えー。何かご質問ありませんか。あ、なければ先生どうぞ。野岡先生どうぞ。 基本的にはははは現時点ではやはり根治は難しいとされてます唯一治せる可能性があるのが同種移植人の免疫細胞をいただくということで治す可能性が唯一あるとはされていますがそれでもほぼ治すことは不可能になっているので今の神経や副剤を組み合わせて少しでもその再発までの期間を長くしていく要はなお完全に消すことがコンセプトというよりは病気が悪いことをしないように病気とうまくお付き合いしていくというのが治療の基本のコンセプトになるかなと思います。 まあ、あまり急に強い治療をやりすぎるとよくはないかなと思うのでなかなか1回の治療をどんんだけ強くくてもゼロにすするることが難しくはあるんですただやっぱりなるべくゼロに近づけることが、えー、後で再発してくるまでの期間を明らかに遅らせてはくるので、まあ、なるべく1回の治療で深い走行を目指していくというのは基本にはなってくるんですがやはりどんだけ強くしてもまだ現時点でゼロにすることっていうのはかなり難しくなってきてます。はい はい、ありがとうございます。えっと私からですね。あと昨今ですね。あのまあ、遺伝子解析とかいうのがまあ、流行って。まあ他の固形癌ではですねパネル検査っていうのが行われているんですけど、このそういう遺伝子のその異常とか、そういう背景は分かってないんでしょうか？えっと、例えばその骨髄検査等でまあ、染色体検査において、例えばその。 特徴的な、17P、えー、と17っいうものであるとか1114とかその、えー、先ほど申し上げたハイクラスに当たるような遺伝子異常というのは複数出てきておりますただ遺伝子パネルのといえこ、ー、とで例えば点突変異みたいなものでせ骨髄腫の用語というのはまだはっきりとは分かっていないと思いますですからその分子標的みたいな何かの分子を標的にする治療というのは あまりないといとうああそれがで、えーと、さっき申し上げた CD38 というのが一つですし、あるいはそのカーティ療法というのは、えー、今回、活躍していますが、BCMA という、まあ、これも多発性骨髄腫に出ている、まあ、特異的な抗原を標的すると、えー、治療ですので、まあ、分子標的治療薬というのもいくつかは出てきています。ただ、やはりまあそういう治療をやっても、なかなかどうしても抵抗性の細胞が出てきてしまうというのが現状でもあります。はい、あとちょっと あの基本的なことは私分かってないんですけど要するにあのさ今出てきた末梢血幹細胞移植というのと臓、まあ、血移植というのは幹細胞移植というのはど,どう違うかがよく分からないんですか申し訳ないです。 自己末梢血幹細胞移植というのは、まあえー、幹細胞というのは基本的にはその骨髄の中に普段はいるので、まあ、昔は骨髄移植という形で、まあ、骨髄から取っていたんですが、まあ、最近では GCSF という白血球をこう増殖するような、えー、薬剤を大量に投与しますと、その増血幹細胞が骨髄から増殖して、まあ、基本的に末梢血に出てくるんです。でその末梢血というのを、えーまあ、成分献血のような形で回収することによって、えー その肝細胞を採取できるでこれを自分のものをあらかじめ採取してやっていくのを自己抹消血と言いますしあるいは人から頂い,いたものを、えー、投与するのが同種と言いますで、まあ、自己抹消血の場合は基本的には自分のものなので例えば免疫反応と、まあ、あのに期待するわけではなくて、えー、基本的なコンセプトとしては、まあ、大量に抗がん剤を入れるのをより安全にするために、えー、自分の細胞を確保しておいて戻すというのが基本になりますその一方で同種移植というのは、まあ、それに加えましてこう 人からの免疫になってきますのでその免疫細胞によってそのえ骨髄痛の細胞であるとか、まあ、破血病の細胞とかそういうことを、えー、駆逐するというのが基本になってくるので自己末消血ではあまり幹細胞の量が得られないあ自己末消血でういういやある程度は得られるので、まあ、それでたくさん回収して抗がん剤をたくさん入れてで悪い細胞もいい細胞も全部、まあ、流してしまって入れることで、まあ、それでえっ、ー、と それが増えてくればまた自分の細胞が戻ってくるので、そうするとまあ結局自分の細胞なので、例えば多発性骨髄腫、まあ免疫細胞あだ新たに加わるとかそういうわけではないんですけれど、な,なんだえっとそういうこ、ね、最初は自己末梢血でやってダメになってきたらどうしよう考えることもあるそう,そういうもこと。あこともあります。どうしようの場合はそその免疫効果ですね。その人からもらってくるので、人その人からもらった細胞が、えー、自分の 中に残っている骨髄細胞というのを免疫効果でやっつけてくれるということを、えー、期待するということもあるんですが、まあ、反対に GVHD といってその免疫が、えー、骨髄細胞だけを狙ってくれればいいんですけど自分の細胞自身を攻撃してしまうそれによって、えー、皮脂とか副作用とかも非常な重篤な副作用が出ることもあるので。 まあ基本的にはその時間マショ血肝細胞移植で命にかかる可能性ってのは1%、2%ぐらいと言われてますが、造血移植の場合は10%、20%と言われているので、まあ、えー、まあやってることは似ているような感じなんですが、そのまあ治療のコンセプトとまあそのリスクとちょっと全く異なる状況になっています。はい、ありがとうございました。ちょっとわかった気がしました。<laughs> ありがとうございます。 それでは次はですね、HTLV1 感染と精神 T 細胞白血病リンパ腫の診療ということで、副部長の藤先生なんですけど、藤先生、この分野、非常にお詳しくて、いろんな臨床研究を始めて、たくさんやってらっしゃいますけどもあの、ちょっと分かりやすくおっしゃっていただくとありがたいかなと思いますすいますすせん藤先生よろししくお願いいたします。 よろししくお願いしますそれでは本日は h t v 1というウイルスの感染とです、ね、成人 T 細胞白血病リンパ腫血液がんの話をさせてもらえればと思います。 でまあ、HTV 案と言いますとヒト T 細胞白血病ウイルス1型というののまあ略語になるわけですけれども、まあ、大きくくくりますとまああのレトロウイルスということでまた、あ、HIV とかがまあ近いウイルスになりますで後でまたお示しますが、まあ、世界的に見ても日本にですね多い感染症ということでまあ知られてるんですけれども、まあ、教科書的にはですねまあ、九州以南に多いとされてたんですが、まあ、最近はやっぱりあの人の移動な などもあってですね大都市にも多いということで、まあ、大阪の方でもですね、まあ、聞いていただければと思います。HTAV1 というのはですね、まあ、あの成人 T 細胞白血病リンパ腫という血液がんで、まあ、略語で ATL というんですね、まあ、それの原因として有名なんですけども、まあ、それ以外にも多彩なですね疾患を、えーまあ、もたらすのではないかと、まあ、関連しているんじゃないかということも、えー、言われております。 で繰り返しになりますけれども、まあ、教科書的にはです、ね、九州以南に多いということだったんですけれども、まあ、最近はです、ねまあ、人がです、ね、ものすごい移動がありますので、まあ、東京、大阪などで,です、ね、大都市にも増えているというふうにされていますですからまああの大阪にです、ね、いらっしゃる方もまあぜひ少しです、ね、千葉に関してまあ知っていただければなと思っております。 HTV1 はです、ねまあ、世界的にも依然として大きな問題ではありまして2018年にです、ね、国連 WHO がワールド HTLV デー世界 HTV の日というのをです、ねまあ、制定したというか認定したというのがあります。ででですすからここれも5年前とということですの,で、まああの 比較的最近ですね、まだあの H. T. V. N. というのがまあ世界的にまも大きな問題であるというふうに考えられているということの表れかなと思います。で、まあこういった日が制定されるというのはですね、まあ、やはり目的としてはまあ,あの。 啓蒙活動と言います。かま、広報知識の普及ということで、まやっぱり日本でも htv1 と言ってもですね。それは何ですか？という方多いと思うんです。けれども、そういったウイルスのま認知度をですね。高めてま正確な知識を広めていくということが、まあまず第一には重要かなと考えています。まあ、こういった取り組みに関してまあ、日本はですね。あの、世界の中でも多い国の一つですので、まあ、積極的に関与していくというか。まあ。えー 貢献してていいいいかないといけないかなななととけ考えておりますで今日はまああのちょっと時間は限られてるんですけれども、まあ、4つです、ね、に分けてお話しできればと思ってまして、まあ、最初 HTB1 の感染で2番目に ATL ですねで3番目に ATL 以外の HTB1 関連疾患で4つ目にまあ少しだけ当院での取り組みをご紹介したいと思います。 h t v 1に関しましては、えー、主にはです、ね、母子感染ですね、まあ、赤ちゃんがまあ生まれるときに感染するとでその中でもまああの母乳がです、ねえー、あの感染経路として多いのではないかということで、まあ、あの h t h 1が陽性のです、ね、妊婦さんは母乳をまあ上げないようにという指導されるかと思うんですが、まあ、それも100%母,保険あ母子感染をです、ね、予防できるわけではないというところは注意が必要です。 であとはまあ水平感染ですね、まあ、いわゆるあの性交渉等で感染するということもえありますでウイルスの方がですね一旦体の中で感染しますと基本的にはまああの体の中からいなくなることはえありませんつまりまあずっと体の中で,です、ね、潜伏していまして、まあ、数十年かけてですね、まあ、一部の方で ATL などの HIBAN の関連の疾患を 発症してしてままううとということになります、まあ、それがなぜですねこの一部の方だけなのかとかなぜこんな数十年もかかるのかというところはなかなか分かってないところではあるんですけれども、まあ、実際のデータ的にはそのような形になっているということになります。で日本でどれぐらいの方がですねキャリアがいらっしゃるかということはなかなか正確なデータはです、ね、ないんですけれども、まあ、100万人ぐらいはいらっしゃるんではないかなというふうには言われています。 でえまあ、atl ですね。まわ、あ、というのはまあ、あの先ほどお話したみたいに、ht1 の関連した血液のがんなんですけれども、もまあ、興味深いことにまあ、ht1 というウイルスが見つかるより前にこの血液のがんの方がですね。見つかったので、ちょっとそのことを紹介できればと思います。で、この疾患をですね。1番最初に見つけたのは京都大学の先生でしてまあ、京都でですね。こういったあの血液中に 白血病みたいなです、ね、細胞が出てくる方がまあいらっしゃいますということで、まあ、最初、報告しています。 でこの時に興味深いのはですね、まあ、あの京都にです、ねえー、住んでる方がもちろん京都大学でにかかられて診断されているんですけども出身地をです、ね、伺うとみんな九州以南の方でしたというところで、まあ、ですから何かしらこの地域性とかですねそういったのに関連したものではないかというところで、まあ、その中の一つとしてまあ 感染症ですねっていうのもあるんではないかという観点から、えー、最初ですね、まあ、HTB1 が、まあ、後に見つかってきたという、まあ、興味深い流れが、えー、あります。 でえー、その頃ですね、どれぐらい HTB1 の方がいらっしゃったかというのが、ね、1980年代の報告ですけれども、まあ、九州の方はですね、やはり陽性率が高くて、まあ、10%を超えるぐらいの方が、まあ、キャリアであるということになってますけれども、まあ、その時のデータで,です、ね、神戸、大阪というのがあるんですけれども、まあ、近畿圏でまあ4%ぐらいと、まあ、私が昔思ってた値よりもです、ねまあ、結構高いんだなというのをこの論文を見直したときに思ったんですけれども けれどもまあ、これぐらいの方がまあ陽性でありました。ということになります。で、もう少し後にですね。1990年ぐらいにもまとまった、えー、報告があるんですけれどもまあ、こちらでも。まあ,あの。 見ていただくと分かるんですが、まあ、この沖縄です、ね、に関してもデータがこちらに書かれているんですがやはりま沖縄の方はまあ結構陽性率がまあ高いとであとはまあ一部の離島みたいなところで,です、ね、少し高いところもあるんですけれどもこの報告ではです、ね、近畿圏ではまあ2%ぐらいということで、まあ、先ほどの報告と回しても、まあえー、近畿圏は、まあ、九州、沖縄とです、ね、比べると多くはなかったけどもやはり数はです、ね、いらっしゃってもおかしくないのかなという結果になっております。 で世界的に見ますと先ほどお伝えしたように、まあ、日本は、ね、HTV1 が結構いらっしゃるということになるんですけれども、まあ他の地域としましてはアフリカとかです、ねまあ、南米とか、えー、いうところにまあ多いとされています。 でただまあ世界的にも人の移動ですね、まあ、移民が結構いるということで、まあ、あの最近は先進国でですね、まあ、あの例えばニューヨークとかロンドン、パリとかそういった大都市を中心に一番感染の方がまあ増えているということがまあ言われております。 こちらはですね、あの本邦で妊婦検診で、h チ v ィの感染というのをですね、スクリーニングするようになっているんですけれども、まあ、これもそこまで歴史は長くないんですが、まあ、それのですね、感染者数をですね、都道府県別に見たものになります。これで2 0 1二年のものがですね、論文にまとめられているので紹介しますと、まあ、右側にありますように、まあ、九州はですね、まあ、どこもやはりあの件数が多いというところになりますが、九州以外で見てみますと、まあ、大阪はです、ね ン、まあ、トツで一番多いということで、まあ、150人ぐらいの、ね、方がですね、まあ、一番陽性であるということが判明しているということになります。で最近のデータはです、ね、このように論文ではまとまってないんですけれども大体です、ね、1位が福岡で2位が大阪ということで、まあ、大阪は、まあ、若年の方でもです、ね、やっぱり一番感染者の方はまあそれなりにいらっしゃるということが、まあ、あの妊婦健診の結果からも分かります。 でまた、がん登録データの方から見てみましてもまあ九州はですねそんなに ATL の患者さんが増えてないということではあるんですがまあ本州に関しましてはまあずっと右肩上がりということでまあこれは ATL が増えているということは一番の感染者が増えているということのまあを間接的に示しているかなということで一番感染がですねやはり本州の方でもまああの注意しないといけない疾患になっているということがえよく分かります。 で大阪府のがん登録データの方も解析してみますとこの左側に上げてますのは、まあ、化学療法を施行している、まあ、いわゆる進行した、ね、ATL の患者さんということになりますがやはりこうずっと右肩上がりでして、まあ、大阪でもです、ねまあ、比較的 ATL の患者さんがまあいらっしゃるということになります。実はこのです、ねまあ、70例ぐらいの方が化学療法を受けているんですけれどが、まあ、これは沖縄よりも多いんですねですかが大阪でも希で少、ねまあ、がんとは言いつつも、まあ、以前に比べたら増えていると。 ということになりますで,で ATL のことはまとめてお話しますが、まあ、生存率はな,なかなか厳しいということがありますので、まあ、この予後ですね、まあ、改善していかないといけないということにはなります。 最初の部分のまとめですけれども、まあ、今日知っていただきたいのは、まあ、昔は九州以南にです、ね、多いとされてたんですけれども、まあ、最近では大都市でもいらっしゃるということで、まあ、HTV1 というのをです、ねまあ、あの大阪でも頭の片隅に入れておいてい,くあいただければというところになります、えー、次に ATL の話ですけれども、まあ、ATL といいますと、まあ、いくつかあの、 悪性度というか進行度でですねグループ分けをしているんですがまあ低悪性度、高悪性度と2つにですね分けられていることがありますまあただ、低悪性度といいましても例えばこのクロニックタイプスというですね慢性型というのはまあ低悪性度に入るんですけれどもまあこれを見ますとですね5年間生きている方も23割しかいらっしゃらないのでまあ全然あの予後は良くないんですがまあ定義上はですね低悪性度と言われたりしています。 で高額制度の方はです、ねまあ、非常に予後が悪くて、まあ、1年以内に半分以上の方がまあ亡くなって5年生きている方がまあほとんどいないというのが、まあえー、従来の結果でした。 でまあえーまあ、この低悪制度のタイプに関しましてはなかなかいい治療法が開発されていませんで現時点ではです、ね、この早い段階で診断されても無治療経過観察がです、ねまあ、推奨されているということになりますがただ、まあ、無治療経過観察してますと、まあ、当然のことながらほとんど、えー、高悪性度に進行してしまうということで、まあ、長期的な予後はです、ね、悪いということになります。で、まあ、ですかから、まあ、この低悪精度の段階で、まあ、なんとかです、ね、予防をかい するような治療介入が開発できればと考えているところではあるんです。けれども、ただやはりのは契約制度の方というのはまあ,あの症状がですね。ないことが多いので、あの日本のですね。レジストリデータなどを見ても、その時点で診断されている方というのは結構少ないということで、まあそうすると治療法の開発が進まないという問題がえあります。 つまり、まあ、一番感染している方がです、ね、これぐらいたくさんいらっしゃったらです、ね、その中でウイルスが増えてきた方がいらっしゃってその中で一部がです、ね、低悪性度の ATL に進行してその後、高悪性度の ATL に進行するとで、まあ、高悪性度の ATL に進行してしまうともうなかなか治らないということなんですけどもこの前の段階で,です、ね、捉えられている方がまあかなり少ないというのが問題です。まあ、つまりこの 赤のです、ね、ところで囲ったような高悪星度に進行する前の段階で、まあ、診断して、まあ、何かです、ね、介入して予防を良くしていきたいというふうに考えているわけですけどここで,です、ね、なかなか診断できていないという問題があります。 はい、でえ次に、ですね高圧精度で見つかった場合にどうなるかということですけれども基本的には化学療法をやっていくんですが、まあ、この左側にですね最近のデータを示してますが、まあ、やはりまあ結構、予後が悪い状態が続いてまして、まあ、残念ながらですねこの30年前のデータとほとんど成績が変わってないというのが現実であります。でまあ、日本のですねあの がん研究の共同グループである JCOG というのがいろんな化学療法を試しているんですけれども、まあ、全然成績が改善しないということでもう抗がん剤だけではなかなか厳しいという病気であります。でただまああの先ほど新貝先生の話でも出てきましたがいわゆる骨髄移植ですね同種造血管細胞移植を行うと長期的に生存する方がいらっしゃるというのがですね、まあ、2000年ぐらいから少しずつ報告がありまして、まあ、これを行うとですね 34割の方が年単位で生存することができているというふうに報告されています。でそういったことで日本全国でもですねこの ATL に対して骨髄移植というのは比較的行われるようになってまして、まあ、例えばこれも少し前の論文ですけれども えーまあ、適合したです、ね、骨髄、えー、移植を行いますとやはり5年で,で、ね、34割の方がまあ生存されている、まあ、もちろんこれもまあ満足いく結果ではないんですけれども、まあ、あの化学療法だけだと5年生存している方も10%以下ですのでそれと比べると大幅に改善しているかなというところです。 ATL のところのまとめですけれども定、まあ、悪制度の ATL に関してはちょっとなかなか有効な治療法が開発されてないということが問題ですで高額制度の ATL に関しては化学療法だけではなかなか用語は改善しなくて、まあ、最近は骨髄移植を施、まあ、行しているということになりますでただ ATL に関しては非常に急速に進行するので、まあ、できるだけ安定した段階でですね、まあ、介入できればというところですので、まあ、できるだけ早くですね診断できるような体制をまあ 大阪全体とかでですね。作っていく必要があるのかなと思っています。それではですね。次ま atl 以外のところですね。になりますけれども、もこちらまあ,あの ht 版感染がですね。ある方とない方でまあ、どういった合併症とかまあ、どういったですね。まあ、成績に差があるのかっていうのをまあ、大規模に見てみた研究になります。 これはまあ2020年ということでまあ比較的最近報告されているんですけれどもまあこれもひ一言で言いますとまあ h t 1がですね感染している方と感染していない方を比べると h t 1陽性の方の方が 全生存率でね。まあ、どれだけ生きてるかっていうところで、まあ、差が出てまあ、悪いという結果になっています。まあ、これは私的にはまあ結構ショッキングなデータではありまして、と言いますのはま h1 感染の方はですね。まあ、atl になる確率ではまあそんな高くないので、この全生存率にですね。大きな差が出るほどのえー、まあことはですね。まあ、atl だけではまあ説明できないということになるので、まあ、何か他にですね。 原因があるんではないかということを考えさせられるデータになります。 で実際この論文の中では h d v 感染があるとですね多かった合併症というのもいくつか取り上げられているんですけれども、まあ、簡単にだけお伝えすると、まあ、皮膚にです、ねまあ、湿疹みたいなのが出てきている人が多かったりとかあとは肺がですね、まあ、調子が悪い、まあ、呼吸がですねしにくくなっている方が多いとかあとは筋骨格系の疾患ということで、まあ、ちょっと力が入りにくいとかですね関節炎みたいなですね病気の方が多かったりということがまあ示されています。 でまあ、実際、先ほどのです、ね、論文の中に入ってすます、まあ、かなり古い論文ですけれども長崎のです、ね、離島の方をずっとフォローしていくという研究をです、ね、一つだけ紹介したいと思います。まあ、つまり長崎の離島に進んでいる方の78割とかいう方をずっと見ていてです、ね、それでどういった合併症が出てくるかとかそういうのを見るわけです。でそれでで見ますとです、ね、確かにこの論文でも 全生存率がですね、HT1 が陽性の方の方が悪いという結果が示されていました、まあ、これも私もこれかなり古い論文でしたので、全然知らなかったんですが、まあ、特にこの女性の方で、ですね一番陽性の方のほうがです、ね、陰性の方よりまあ予後が悪いということが示されています。 でもう1つ興味深いのは、まあ、ATL がです、ね、多くて亡くなられているのかと思いきや、えーまあ、これちょっと英語のままで申し訳ないんですが、まあ、がんじゃないところに死亡、ねえー、の、えー、頻度の差が出ているということで、まあ、のもちろん離島で,です、ねまあ、結構昔ですのですべて ATL が診断されていなかったかもしれないんですが腫瘍以外のところで,です、ね、差があるというところが、まあえー、ちょっと興味深いなというふうに私自身は思っております。 で他にです、ねまあ、いろんな論文があるんですけれども、まあ、HTA1 とです、ね、関連がありそうな病気はどんなものがあるかというところでいくつか紹介です、ね、したいと思います。まあ、一つは呼吸器疾患ということで、まあ、気管支拡張症とか間質、ね、性肺炎というような、まあ、ちょっと変わったです、ね、タイプの肺の病気の方が一番陽性の方で多いかもしれないとであとはまあ自己免疫疾患ということで、まあ、シェーグレン症候群でて、まあ、目とか口がです、ね、乾くいたりする病気とかです、ね、あと甲状腺でバセド 動病などのですね、まあ、そういったのも市番に感染して関連しているかもしれないというふうに言われたりしています。で、まあ、ちょっとだけですね、まあデータをご紹介したいと思いますが、まあ、例えば肺に関しましてはですね、オーストラリアのコホート研究というのが結構進んでまして、そちらの論文の方をですね、紹介したいと思いますが、まあ H1N1 感染がある方はですね、気管支拡張症ですねが多いんじゃないかというのを示した論文になります。 細かいことはちょっと割愛させていただきますが、まあ、このオーストラリアの先住民では一で、ね、番陽性の方が多い地域がありまして、まあ、そちらの方をずっとフォローしていきますと一番陽性の方の方がです、ね、肺に異常が出てくる確率がまあ高いと100%では全然ないんですけれども確率がまあ高くてそういったのが原因で亡くなられている方が多いというふうに報告されています。 で実際このどれぐらいの方が亡くなられていくかというグラフを書いてみますと特に h t v 1のウイルスが多い方がこういった肺のでの、ね、不調でまあ亡くなられている方がまあ多いということがまあきれいに示されていますですから、やはり h t v 1のウイルスがです、ね、体の中で増えると悪さをする人がです、ね、いるんじゃないかなということを考えさせられるデータになります。 で日本からも同じようなですね検討はあるのはあるんですけれども、まあ、こちら CT でですねどんな異常が出てきますかというのをまとめた論文なんですが、まあ、いろんなタイプの肺炎ですね、まあ、H1 感染の方であるんじゃないかということなんですが、まあ、先ほどのオーストラリアの報告と同じようにですね、まあ、基幹支援 再機関支援でで、まあ、症を伴っっっていいいるようううなパターンが多かたたということこ、まあ、やはりまあそういったです、ね、肺の異常が出てきたらちょっと一番を考える必要があるのかなというふうに思っています。えー、自己免疫疾患に関しましてもシェーグレン症候群だけです、ね、ご紹介したいと思いますが、まあ、こちら長崎で,です、ね、いくつかコ報とート研究が行われてまして、まあ、1つ2つこう時代が違ったものがあるんですが、まあ、どちらを見てみましてもシェーグレン症候群がある方の方が 何倍も感染者の方が多いといととうことで、まあ、ですから、まあ、のやはりこ,のこういったです、ね、コフート研究の複数のコート研究で証明されているということは、まあ、シーグレン症候群と HT1 というのは、まあ、ある程度関連があるのかなというところになります。 それでは他のです、ね、感染症はどうかというところではありますけれども、まあ、HTV1 は、HIV と同じようにです、ね、まあ、あの性感染症の,の部分に入ってくるということになります。 WHO の方でです、ねまあ、性感染症に関連したデータをバーっとまとめられているテーブルがこう記載されているんですけれども、まあ、それを見てみますと、まあ、HT1 感染者のです、ねまあ、セックスパートナー、まああのまあ、夫婦間ということも多いと思いますけれども、まあ、そういった方で陽性率が高い、まあ、それ感染しているんじゃないかということになりますけれども、まあ、あとはです、ね、まあ、セックスワーカーって、まあいわゆる性風俗産業で働いているような方での陽性率が高いとかあとは性感染症の ククリニックにです、ね、性感染症で受診された方で陽性率が高いということで、まあ、やはりこういったです、ね、性感染症の要素があるんではないかということが、まあ、世界的には注目されております。でそうしますと、まああのえー、これまでの情報をまとめますと抗、まあ、HD1 抗体というのをですね測定して感染してるかどうかというのを見ていったらいいんじゃないかということにはなるんですけれども、まあ、あのこれはですね、まあ、あのどういった方にするかというのをまあて、まあ か考えていくですね必要があるかなというところでまあただ、個人的にはですねまあ一度ぐらいはですねまああの調べてみてもいいんではないかなとは思うんですがまあ例えば今だと臨部検診とかあと献血にかれたときとかはまあ大体スクリーミングされているんですけれどもまあそういったので,ですねまあ陽性かどうか知っておきますと例えばまあ一番が陽性だということが分かった方はですねまあ定期的にフォローいただくというのも一つですけれどもまあそうでなかった場合もですね何か体調が悪くなったときに 1> h 1 v の関連の疾患かなというですね少しでも考えるだけでもですねあのその後の診断に差が出てくるかなと思います。ですからまあこういったのがですね陽性かどうかというのが分かっていたらですまあかかりつけの先生にもですねお伝えいただければいいかなと思っています。 でまあ特にどういった方がま感染している確率が高そうかといいますと周、まあ、りま本人配偶者両親がま九州以南の方ですねであとはですねまあ、H1、えー、もしくは ATL というのは概念がそれほど複雑く,くないのでまあ、えー、家族の方がですね白血病リンパ腫で亡くなられているというような方はまあ一度調べてみてもいいのかもしれませんであとはま今日ご紹介したような呼吸器の病気とか自己免疫疾患とかそういったところでもですねかかっている方はもしかしたら H1 があるかもしれ れいいいうののは、まあ、調べてもいいのかもかしれませんで最後、当院での取り組みですけれども、まあ、当院はですね、市、ま、場、あの感染者の方のフォローアップをですね、えー、私の外来で行っています。まあ、ですから、が、ま、ん、あの方ではないんですけれどもそういった方はですね、まあ、ATL が出てきてないかとかいうのをですね見させていただいております。今現時点でですね 2017年から登録を開始しているんですけれども、92例の方がですね、私のほうの外来の方で見させていただいているということになります。 あとは、まあ、当院では ATL、ね、に関しては、えー、いわゆる骨髄移植を格あの積極的に行っておりますで、まあえー、5年ぐらいで大で体、ね、いい30例です、ね、の方に移植しているんですけれども大体、えー、いい5年生存率でまああの50%ぐらいになりそうかなという成績でありまして、まあ、ですからまあ化学療法だけよりはです、ね、断然にいい成績を出しているかという,ふうに思っております。 でまあ、当院では一で番、ねまあ、感染者の方で、まあ、ATL の方はもちろん化学療法をしていくんですけれども単純に感染しているだけの方はです、ねまあ、当院でもフォローをしながらかかりつけの先生でも診てもらっているという方が多数いらっしゃいますので、まあ、もしですねかか そこにですね、まあ一番要請なんですっていうのを伝えていただいたらですね、当院に紹介いただければ、えー、私の方でまあ A T L がないかどうかとかそういったところをまあえ詳しくですね見させていただいて、まあそれをフィードバックさせていただくということにができます。えー、以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、富先生どうもありがとうございました。えーと何かご質問はありますでしょうか。えーとですね、何用でしたら私から。 えっとま,ずまずというかの HTLV1 じゃないんですね先生なんか発音がよくすぎてよく分からなかったんだけど HT1 っていうんですかこれはいえ HTLV1 で合ってますってす V 聞こえ全然聞こえないですけど <laughs> プロが言うとそう聞こえるんですねおっしゃってるんですね一応ねはいすいませんどうもえー、っともう一点と言いました、まあの先生大阪で、まあ、この HTLV1 の,その、まあ、スクリーニングをですね、まあ、当院含め 積極的に進めようとしはっていると思うんですけど通常採血っていうのはどこど おっしゃっお妊娠したらこの検査はしはるものなんですか、それとも違うです今、全国的に妊婦さんはあの、はい、えその時に妊婦検診でエチバの抗体検査が入ってますので、まあ、前例チェックされていますあ<ー>で、あとは献血に行った際には、まあ、もちろんエチバが陽性の方がいらっしゃったら、あのその献血がですねあの,他の方に行ってしまうので危ないということで、献血の方はもう毎回です、ね、エチバの抗体をスクリーニングされています。 あ、なるほど。その二人二つはまあ引っかかるというか見つけられる早期発見が可能いることでる、ねね。はい。であの一部の施設ではあのもう初心の方はルーティンで一番を見ているとかいう施設もあるんですけれども、それはちょっと施設ごとになると思います。あ、なる,ほどなるほど。まあそこら辺で早期発見をして治療に結びつくというか早期発見していくということですね。あ、そうですね。はい。はい <laughs> あ,ありがとうございますあのそれ非常に良い点であの、えー、とよあの陰性になる方と残る方がいらっしゃいますで、まあ、完全に陰性になる方はずっと PCR でモニターしてもエチバのウイルス消えたままなんですけれども一部の方はやっぱり移植したかあのドナーさんの血液にウイルスが感染してしまってキャリアになってしまうということはありますでただ、まあ、あの感染してからやっぱり ATL 発症するまでやっぱり長い期間がかかるので あのドナーさんに新たに感染してそれが ATL になったっていう報告は非常に少ないです。あの生存曲線を見るとこうやってこう途中からプラトンになってるんで、検知する人もいらっしゃるんですよね。あ、そうですね。あの基本的にはあのえっ、ー、と比較的プラトンになりやすい、うん、あの疾患ではあるんですけども、うん、まああの人によってはまあウイルスがちょっとは検出されている方もいれば、もうもうウイルスも全くいないという方もいらっしゃいます。はい、マキさんどうぞ。 あ、ありがとうございます。あ、今現在はですね、あのもし陽性だったらあの通知が行くようになっていまして、であの、えー、もうですね、献血に来ないようにということを言われるのと、あとはまああの、えー、もし希望があれば当院みたいに一番感染者をフォローしている病院に行ってくださいということが、えー、言われると思います。あ,あ,あ,すあ、そうですね、大丈夫ということになります。はい、はい、ありがとうございます。まあ、母子感染とか母乳感染とか女性と。 関係も多いみたいなので、まあ非常に関心のあるところですね。はい、藤井先生どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました、えー。それでは最後の演題ですけれども、造血幹細胞移植と細胞療法の進歩ということで、えー、主任部長の 横田先生、よろしくお願いします。はい、あのご紹介ありがとうございます。大阪国際がんセンター血液内科の横田と申します。造血幹細胞移植と細胞療法の進歩についてお話しさせていただきます。で、私たちあの同種とか自家とかあの。 日常使ってるのであの、まあ、日常語みたいになってしまってるんですけど同種っていうのはほかの方からもらう移植で自家というのは自分の細胞を使ってあのする移植でありますで私の話は特に主にですね同種造血幹細胞移植のお話をさせていただきます。 大阪国際がんセンターは全身は大阪府立成人病センターといいまして大阪の方にはこの成人病センターという名前の方がなじみがあるかと思いますで設立は1959年で60年以上の歴史がございますで血液内科もです、ね、あの早期の頃からあの設置されまして非常に伝統のある科になり,なりました で1969年以前の白血病ですがあの先ほど増岡先生がおっしゃられたように文字通り不治の病でありましたでかかると数ヶ月診断から数ヶ月で死亡する死亡率はまあ 100%, 100とその時の薬が白血球を減らす薬がありましたがそれを用いて治療すると白血球が減ってで感染症熱が出だして大体3週間で亡くなってしまうとそういった経過をたどりました。 ところがですねあの、大阪でこの政治病センターでですね、1963年に初診で来られた成人の急性白血病患者さんが5年生きられたというの,をあのがありました。この方はあの、松岡先生が写真でもお示しされてましたが、結局40年生きられました。で、このことでですね、その時のスタッフはですね、白血病は治るかもしれない、いや、治したいと思うようになったとお聞きしております。でこれがで そのの当時のスタッフの先生方で正岡先生と奥様で柴田先生上田先生で真ん中に座っておられるのがトーマス先生とその奥様でトーマス先生は先ほどご紹介されたように骨髄移植の開発者でありましてその後ノーベル賞を受賞されておりますでトーマス先生から教えをいただいて大阪国際がんセンターであの移植が始まりましたでちょうど1974年にですね日本の3カ所 金沢名古屋大阪であの移植が始まりまりしたで大阪ではここ大阪成人病センター国際がんセンターが始まりでありますですが最初の10年はあの惨憺たる成績であの松坂先生がおっしゃってましたようにやってもやっても患者様が亡くなるとところがですね1984年からガラッと変わりまして患者様があの長期に生きてくださるようになりました これはこの時代にです、ね、あのサイクロスポリンとあの免疫抑制剤がすごくいいのが開発されたという事情もあります。それともう1つはです、ね、それまではあのいろんな治療をやってあのもうどうしようもなくなって状態の悪い患者さんにあの移植をやったとですがこの頃には寛解、ね、に入って落ち着いている患者様にやろうということで比較的状態の落ち着いた患者様にするようになって成績が良くなったというふうにお聞きしております。 で日本における造血細胞移植ですが先ほど申しましたように1984年ぐらいから成績が安定しまして1991年に骨髄バンク他の方からあの血非血炎の方からあのもらえるバンクが作られましたで1999年には最大血バンクで2011年には末梢血幹細胞移植が行われるようになりましたで2012年には造血細胞移植法も設立されています でその裏打ちこの進歩の裏打ちとしまして無菌質の開発や抗ウイルス薬、抗心筋薬、免疫抑制剤の開発が、まあ、この発展を支えてきたといえます。で、同種骨髄移植の人からもらう移植の概略ですが右側が患者様で左側が健康なドナーさんです。で、患者様の,あの体の中に残った白血病細胞をです、ね、放射線とか抗がん剤治療でやっつけます。 で大量の治療を行いますので患者様も自分で血を作れなくなりますそこにですねドナーさんから取ってきた造血幹細胞という血を作る大元の細胞が含まれている骨髄をですね取ってきてそれを点滴であの投与します。でよくあの 患者様があの骨髄液を持っていくと、え、切って入れるんじゃないんですかと、あの骨髄をこうそのまま外科的に入れるようなことを想像されている方が多いんですけれども、あの点滴で骨髄は入れます。そうするとですね、あの骨髄の造血幹細胞は自分の居場所を骨髄に見つけて戻っていくという性質を持っております。 でこの骨髄染子、骨髄のどうやって取るかなんですけど、骨髄染子という検査がありまして、血液の患者様は、ほとんどの患者さんがこの検査を受けられます。で場所はこの骨盤の腸骨のところとか、胸骨、あの体の表面の近い平べったい骨がです、ね、血を作る能力を結構あの保つことが多くて、いい検査場所になります。でこの腸骨のところにあのボールペンの芯ぐらいの針を刺してです、ね、骨髄をちょっと取って。 検査をすするというのが骨髄腺子でありますでドナーさんからです、ね、骨髄液を取る時にはあの先ほどのボールペンのシーンよりも二回りぐらい太い針を刺してあのこのように骨髄液を取りますで大量の造血幹細胞が必要なので何箇所も何箇所も刺して取るとでそれをバッグに集めてこれをあの患者様に投与するという治療方法であります。 で骨髄バンクを介した筆血炎者社間の骨髄移植が1993年に始まりましてでこの当時私あの大阪成人病センターでレジデント研修医として勉強させていただいてましたであの最初の筆血性社間の骨髄移植を主治医として担当させていただいたという経緯がございますでこちらはあの私より1年上の先輩のレジデントの先生方の写真であります でその当時の骨髄バンクの移植成績ですが実は大阪成人病センターが全国でも,もうあの、まあ、言い方はあれですけどぶっちぎりのトップでありまし5年相互の生存率が78%で東大とか慶応大がは,はるかに上回っていると非常にいい成績でありましたであの、まあ、実はであの今もですね大阪成人病国,国際がんセンターの移植の成績が良くてですね あまりか言うと学会で嫌われるので控えめに言うようにはしております。であの大阪国際癌センターでの造血細胞移植細胞療法の実施件数ですが2017年にあの森の宮の方からこちらの新しい病院に移転しましてその後70件から80件年間あのコンスタントに行えております。 で、同種骨髄移植、他の方からもらう移植にはどういう方法がありあるのですか？ということですが、あの骨髄移植が先ほどあの写真でお示ししました。一番古くから行われている方法で、あの骨盤の骨から骨髄液を抜いて移植する方法であります。で、2つ目の末梢血幹細胞移植ですが、これはどういった方法かと言いますと、あの普段こうやって生活して、あの普通に暮らしている私たちの血液の中に。 もですね、ごく少量造血幹細胞という血療を作る元の細胞が流れているんですね。でその細胞がですね GCSF という白血球を増やす注射を打つと大量に骨髄から流れ出るということが1990年ぐらいの研究で分かりました。でその現象を使ってですね機械でそういう細胞を集めておいて凍らすあるいはそのまま投与するということで移植を行う方法がこの末梢血幹細胞移植であります。 でこの方法は全、ね、身麻酔とか先ほどの太い腫れを腰に刺されることもないので最近はこの方法で提供されるドナーさんが多くなっていますで3つ目がこの再耐血移植というものでへその脳の赤ちゃんのへその脳の血液にはです、ね、血を作る大元の細胞造血幹細胞が大量に含まれていることが分かりましてこれを使って移植する方法もあります。 でまあ、あのどの細胞を使ってです、ね、どのソースを使ってでもです、ね、造血幹細胞というものが重要で、これが十分な数ないと、まあ、移植ができないと、これを十分含んでるソースを選ぶと、で患者様はあの特に外科的な手術を受けるわけではなくて、無菌室で抗がん剤とか放射線を受けて、あの待っておられて、そこにあの輸,注すると輸血をするというような治療であります。 でこの移植を成功させるのにあの極めて重要なのがこの HLA と言われているものです。HLA とは何ぞやと言いますと人の白血液型というと普通はあの皆さん O 型、A 型、B 型、AB 型というあのものを想像されると思うんですけどあのそれは赤血球の血液型であの白血球にも血液型がございますそれがこの HLA というものです。 で移植ではあの赤血球の血液型を合わせることは理論的にはそれほど問題ではなくて HLA を合わせることがあの重要になりますで HLA にはですね A 座 B 座 C 座とこうややこしいんですけどあのもっとあるんですけどあの6座あるんですけど、まあ、4座にこう書いてますがあの6番染色体の上に1列に載ってるんですねですので、すの 兄弟間では2分の1かける2分の1で25%、4分の1の確率で合致します。ところがあ、あの、非血縁、血縁でなくなりますと、途端に合う確率が減りまして、数百から数万人に一の確率になってしまいます。で、この HLA を合わせることがですね、移植を成功させるあの鍵でして、合っていないと GVHD という、ちょっと後で説明しますけど、入ってきたあの移植片、 免疫細胞がが患者様を攻撃するという反応が起こりますまたその逆にですね患者様の免疫があの入ってきた造血幹細胞をあの拒絶してしまうと着不全というものも起こります GVHD ですがこれはあの英語で言いますとグラフト VS スホストジジーズと言いましてグラフトというのは移植片 入ってきた細胞で、でホストっていうのが患者さん宿主のことです。で入ってきた免疫細胞が患者様の正常な臓器、主に急性期には皮膚とか肝臓、消化管この3つのあの臓器が影響を受けやすい臓器であります。でどういうふうになるかと言いますと、あのドナーさんの免疫細胞が回復してきた頃に。 朝行くと患者様は体が痒いですとか痛いですとかおっしゃって皮膚を見るとこういう赤い発疹がわーっと出ているとこれがあの典型的な急性の皮膚の GVHD ですで一般的にはあの免疫抑制剤でコントロールしていますのであんまり重症化することないようにコントロールするんですけれども中にはわーっと広がってしまって全身に広がってしまう方もおられます。 またあの消化管の粘膜が攻撃されるとこのようにあの下血を起こしたり大量の下痢から下血を起こしてかなりあのコントロールが難しい状態になりますこのように起こるとです、ね、重症化すると厄介な反応なんですけど E いい面も含んでいますそれはあのこの GVL 移植変態白血病反応グラフトバーサスリューケミア反応といわれるものです。 どういったものかと言いますとこの入ってきたドナーさんの免疫細胞は患者さんの皮膚とか肝臓とか消化管とかあの正常な臓器を攻撃するのと、まあ、同じような理屈で,です、ね、しつこく残った白血病細胞腫瘍細胞も攻撃してくれるとこれによって再発が抑えられるという、まあ、免疫療法的な意味がございますですのであのこれはあの縦軸があの再発率でであの g v h d を起こされたある程度起こされた患者様の方が再発が少ないとで、かえってです、ね、あの遺伝子系が全く合っているあの兄弟間の双子の間の移植とかあるいはあの g v h d を起こしているであろうとあの主な役割を担っているであろうという T リンバ球を避けたような。 をやると再発,率再発率がかなり高くなるという成績が示されています。これちょっと古いデータですけど、今でも、まあ、あのこの理屈は理解されております。で以上、まとめますと、あの同種造血幹細胞移植の利点、問題点ですが、利点としましてはあの抗がん剤とか放射線治療によってあの残った悪性腫瘍を、まあ、根絶に近くまで下げれると。そこにです、ね、あの入ってきた グラフトンの力であの免疫の力でですね G ベル効果で抑えることができるとその一方問題点としましてはこのような抗がん剤放射線治療によってやっぱり治療関連の毒性治療関連死亡というのがある程度起こってしまうと5から10%起こると言われていますでこういったあの危険な治療を乗り越えてもですね再発もありまして長期生存率は60から70%と言われています 次に新しい細胞療法のカーティー療法についてお話しいたしますであの体の中に癌ができますと免疫細胞はそれをあの駆逐しようと思って頑張って戦います腫瘍細胞ができますとですね腫瘍細胞という細胞が何か変なやつができたというのを認識してそれをあの内部細胞に伝えます内部 T 細胞はそれで活性化しましてあの循環を、ね、巡って腫瘍細胞に到達してこれを攻撃すると であの活性化 T 細胞がこの高腫瘍免疫の,、まあ、あの主なものになっているんですけど、まあ、この1つの細胞ではなくて NK 細胞とか他の自然免疫系の,あの細胞もあの、まあ、強調しながら働いて腫瘍細胞を攻撃するということが言われています、まあ、ですがあのメインはこの活性化 T 細胞が働いているとがん細胞はです、ね、この活性化 T 細胞をいろんな手段を使ってあのその 攻撃から逃れようとしますであの T 細胞のがん抗原を見つけるとがん細胞を攻撃するわけですががん細胞も生きていかないとはいけないのでこういった抗原を少なくしたり隠したりして逃れようとするあるいは見つかってもですね T 細胞を免疫の物質とか免疫チェックポイント分子で眠らせて弱らせてしまって逃れるということをします。であの まあこういった現象をくぐり抜けるために開発されてきたのがこのキメラ抗原受容体のあのカーティー細胞療法というものですこれは患者様から採取したあの T 細胞にですね人工的に合成しました T 細胞の受容体キメラ抗原受容体をあの遺伝子導入しましてがん細胞を攻撃するようにあのそういった細胞を作り上げてそれを投与してがんを治療するという細胞免疫療法であります でキメラというのはどういったものかと言いますとギリシャ神話の,あの,あの怪獣のことでして頭がライオンで胴体がヤギであの尻尾が蛇とか竜と言われていますこの3つの獣がこう合体したあの、まあ、火を吹く怪獣がキメラ、まあ、キマエラとも言われていますで癌に対する新規細胞療法カーティ療法ですがこの がんを認識する抗体の部分、ここを取ってきて、これがライオンの頭になります。で、こちらがあの羊の胴体で T 細胞強刺激分子、で、最後が T 細胞状態、これが尻尾になります。これを人工的に作り上げて、ですね患者様から作っ取ってきた T リンパ球に導入します。で、これが c a r ィ t 細胞であります。これを患者様に投与すると、がんをです、ね、ここの,あの認識部位が認識すると。 するとあの活性化シグナルが入ってカーティー細胞はわーっと増殖していきますでガン細胞を駆逐するという治療でありますで、2019年のカー,にのカーティー製剤が難治性の急性リンパ性白血病悪性リンパ腫に対して保険適用となりましたで、当センターでは2021年から得られるように導入いたしました で2022年にはですね多発性骨髄腫に対してもう c a r 製剤が保険承認されておりますですがあの難点はあの1回の投与が3350万円もすると非常に高価なお薬であるということがありますでこのカーティー細胞はですね1回投与すると あの結構長生きすることが分かってましてで再発せずにずっと来られた患者様をずっとフォローした研究が最近報告されているんですけれども10年経ってもですね患者様を受けた治療をあの治療を受けられた患者様の血液中から c a r ィ t 細胞が検出されるとそれによってあの再発が抑えられているということが報告されています。これはあのエミリー・ホワイトヘッドさんという あの女の子で2010年5歳の時にあの急性リンパ性白血病になられましたこれはアメリカの方ですで再発を2回繰り返してで、まあ、の主治医の先生はもうあの、まあ、言い方はあれですけどサジを投げてしまったともう自宅であの残りの時間過ごされたらどうですかと家族に勧められたそうですが、まあ、家族は諦めきれずにその時治験でありますカーティー療法をペンシルバニア大学がやっていたと。 そこにいてその治療を受けてこれ2012年の 7, 7歳の時にカーテン療法を受けられてこれ2022年の時の17歳になられた時の写真であります10年間長生きされたとでこれが5年経った時の2017年の写真でこの時はあのあのその年の10人に選ばれたということであの報道されていますまあこのあの エミリーさんの成功がですねカーティー療法のその後の展開を非常に後押ししたといえますで現在日本で承認されているカーティー療法ですけれども5種類ありましてそのうちの3つはですね急性リンパ性またはアクセリンパ性 B 細胞系のアクセス腫瘍でありますこういった腫瘍に対して CD19 という表面抗原を 標的として開発されたお薬でキムリア、イエスカルタ、ブリアンジの三つがございます。で、2022年去年ですね、多発性骨髄腫に対するあのカーティ製剤も保険承認されまして、これは表面抗原が BCMA というあの表面抗原を認識して攻撃する細胞でアベックマド、カービクティというのが開発されております。 で,ですが、あのカーティー療法にもいろいろ問題点がありまして副作用がございます。そのうちの1つがこのサイトカイン放出症候群というやつでサイトカインリリースシンドローム CRS と私たちは呼んでいますで。これは腫瘍を認識したカーティー細胞から大量のサイトカインが放出されてです、ね、起こる合併症であります。ここれ結構あの高頻度度度で起こりますで軽度ないし中道度の肝膀症状発熱おかん筋肉痛 ぐらいで、まあ、あのそれほど治療を要しないものからストーンと血圧が下がってショックになってあの呼吸困難が起こると死亡に至る重症化する例もあります、まあ、怖い合併症でありますでこの CRS サイトカイン放出症候群の重症度とにはあのサイトカインの分泌が非常に関連していることが分かっておりましてこれはカーティ受けられた後の あの患者様の血中濃度ですが IL6 とかインターフェロンとかこういう炎症性のサイトが非常に上がっていくと特にこの IL6 っていうのが悪さをしていることがあの知られておりましてでトシリズマブという IL6 を中和する抗体があのつもうありましてこれが特効薬になりますでこれはあのカール・ジュン先生といいましてペンシルバニア大学の先生であのカーティ療法のまあ開発者であります でこ,のこれは TED トークで話をされているあのものなんですけど TED トークっていうのはその時の,時の人を集めてきてあの15分ぐらいから20分ぐらいであのプレゼンをしてもらうそういうプログラムなんですがあのカーティ療法の開発の時期とかからあのトシリズマブを発見されたんですねでちょうどあのこのカール・ジュン先生の肉親の方がこの当時あの慢性関節リウマチで。 で重症化して他の治療があんまり効かないから IL6 を中和する抗体トシリズマブの治療を受けて非常に良くなったとでその時に自分がたまたま、ね、CRS で重篤化している患者様の血液を測ったら IL6 が非常に高かったというのであのそのトシリズマブを使ってみようと決心して使ったらよく効いたとそういった経緯をです、ね、非常に何て言いますか あの情熱的にお話しされているのでもしあの興味がある方はご覧,になっご覧いただければと思います。でカーティー療法の副作用にはもう一つあの有名なのがありまして免疫関連神経障害アイキャンスと呼んでおりますでこれもです、ね、あの報告によってあのいろいろあるんですけど10から70%結構起こるとでサイトカイン放射報告に続いて起こることが多いんですが単独の発症もあります。で 神経症状は一過性であの特に保存的な治療で回復することも多いんですけどもあの中にはですね致死的な脳炎を起こされてあの完全に意識障害になってあのそのまま亡くなってしまう方もおられます。でこの,あの治療方法に関しては先ほどのトシリズマみたいなあのいい特効薬が分か,分かっておりませんであの重症化していくと今はステロイドぐらいしかありません。 でステロイドはで,す、ね、できる限り使いたくないんですと言いますのもステロイドはリンパ球を殺してしまいますのでせっかく入れた c a r ィ t 細胞も死んでしまうという理由でできる限り辛抱をしたいのですが、まあ、重症化すると仕方なしに、まあ、使わざるを得ないということになります。でもう一つあの CAR、t、には問題点がありまして やっぱりあの腫瘍が残ってるといくらカーティー細胞といっても治しきれないというのがありますこの黒い線がです、ね、ローディジーズバーデン治療を受けたときに腫瘍細胞が少なかった方の線で赤が骨髄の中に5%以上あの白血病細胞が残っていた方の曲線でありますでこれを見ますとやはり5%以上白血病細胞が残っていた方は3年ぐらいの間にほとんど再発されてしまうと亡くなってしまうということがあります で以上をまとめますと、カーティ療法の問題点はあの、今申しましたように、がん細胞が多いとやはり再発します。患者さんの状態を問わずにあの治癒を期待できるものではありません。でサイトカイン放射症候群、免疫関連神経障害などを重消化する,こすると致命的な副作用があります。で実施可能な病院が限られていまして、今あの、全国で40施設ちょっとであります。であの そういった施設がない都道府県もあるというのが一つ問題であります。で、適応もですね、あの国が限ってまして、ですね急性リンパ性白血病に関しては25歳の以下があの保険適応になっております。で、非常にコストが高いと、1回の治療が3500万円もするというのがまあ問題であります。以上あの本日のお話をままととめますと 造血幹細胞植の発展によりまして白血病はもはや不治の病ではなくなりましたしかしながらその一方でドナーさんが見つからないとか再発を繰り返すなどの理由であのしんどい思い苦しい思いをされている患者さんもあのまだにおられますでカーテ庭療法は自分の T 細胞を用いるので、まあ、ドナーさんを見つける必要がなくて、まあ、幅広く応用が可能でありますその一方でですねやっぱり万能薬ではありません で、非常にあの、高価な薬ですので、あの、一人でも多くの患者さんに届けるには。あの、製造方法を工夫したりして、なんとか費用を安くする必要があると考えています。以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、良子先生、どうもありがとうございました。えー、っと、何かご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。えー、っと、なければ、あの。 カーティ療法ってまあ非常に画期的な治療法なんですけど今までウッドセンターで何例ぐらいやられていますかえっと今ちょうどやってる症例含めて16名<あ>17名かな17名もやられてるということですねはい、はいはい、ありがとうございますえー、っとですね、まあ、あの今日はですね、えー、新海先生藤先生横田先生とですね血液内科の先生方にですね えー、分かりやすくお話ししていただきました個人的には大変よく分かりました、えー、坂岡先生が築き上げた伝統をしっかりあの部下の方たちが守、ま、り抜いてるなというふうな印象を受けまして伝統がある方なというふうに、えー、よく思いましたしよく理解できました、えー、本日は皆さんはどううもありがとうございました